本日は韓国よりファゴット奏者の方をお迎えしております。ソンパ交響楽団主席、トリニティバスーンプロデューサーのチェ・ヨンファンさんです。ボロディンシンフォニー交響楽団団員、トリニティバスーンディレクターのキム・イサクさんです。東京フィルハーモニーオーケストラ主席、チェ・ヨンジンさんです。そしてオルガニストのコムタ・ナオミさんです。お送りいたします曲は、ベートーベン作曲交響曲第9番より、歓喜の歌、クリスマスキャロルメドレー、2曲続けてお聴きください。